石川に元高橋地区へ踊ってたんですかって伺ったら、まあ踊とをスタインで寄ってはってことだ、こういう説明をいただき、西川にもこの名前を使いやっていることを許していただきました。今紹介にあったように、私が初めてお稽古場に通わせてもらったその場所は筑山先生の昔のお家でした。奥様も目が不自由、先生も目が不自由でした。お二人で暮らしていたのでした。たまにお母さんは自宅も来たってくれました。花もいや、ここもあのそのまま前かがみになって笑ってくれました。とっては、笑いしながら鼻でしゃくなりました。それはな、そういう環境で育ててもらいました。私の時代は、津軽三味線が万全でした。何につけかにつけ引くのが、昔の状況から違ったんです。
耳まつぶいてね、ガシス、マッラベル、これが私の中の高橋竹山というお師匠さんでした。ありがとうございます。